バナナフィッターズの山田孝一です。バナナフィッターズの日高のりこです。バナナフィッターズの関谷彰子です。バナナフィッターズは5516回目の放送でございます。よしよし。さあバナフリ単独公演としては25年ぶりとなります。うん、復活ライブバナナフィッターズは55リライブ2017に向けそろそろ 本気モードなってますね。なってますか。はい、新曲の制作と並行して、うん、あのね。 もう振り付けビデオの収録ライブの準備も進んでおりますそう進んでいますえこれからダンスレッスンやバンドリアーアサルを経ていざ本番へ関ちゃんがさりげなくバンドリーアサルなんて言葉を口にしましたけれどもそうなんです復活ライブはカラオケなんかじゃないよそうですね国際フォーラムホール C でカラオケっていうのも知っちゃうんですけどねチームバラフリとしてバックバンドの方々に演奏名をサポートしていただきますはい、はい さあ昨年8月のニコ生特番で宣言したヒップホップダンスやろうじゃないかと<ー>こちらすごい方にお願いすることになりました、はい、ボーカルダンスグループパニックルーのウエキゴーさんでございますイー !55 歳で復活ライブバナナフリッター,ザーゴーゴー少年らしゴーゴーゴマちゃんに続く奇跡のゴーゴーつながりウエキ

気づいちょっとびっくりしたわあの悟くんはね時々僕買わせることあって戸田恵子さんの曲作ったりとかライブやってたりとかいろんなそれで僕も知り合いになったんだけども「いつかぜひ僕が悟くんにダンスを習いたいんだったらもうぜひぜひ」なんて「オアスタ」にもね一回出てくれたことあったんだけどもそれをずっと言ってたんだけどなかなか実現しなかったこれだと思ってお願いしてねあって「パニクルーのねメインボーカル」ボーカルなんだけどもともと ダンスがすごくて、うん、1998年にイギリスで開催されたブレイクダンスの世界大会で、UK ブレイクダンスチャンピオンシップにて、日本代表チーム、えー、スパルタニック・ルをカーズの一員として、初出場、初優勝の快挙、世界一になってるんですすごいすごい,すごい人に。ねえ。すごい,すごいすだから彼は作詞作曲もできるし、<ー>ダンスもうまいし、歌もうまいし、お芝居もできるし、<ー>本当にマルチな。 才能を持ってる方で、もうなんかビビってきちゃった。一番大切なこと、優しい瞳をお持ちの方。もちろんですよ。少年のような。私たちを見るね。いやいや、あのちゃんとできる範囲で、で俺なんかも全然できないから。あの時間とあれを考えて、やる、でもかっこよく見えるような感じで、やりますから、任せてくださいって言ってくれて。心強。いこのごうくが加わることはね、ちょっとパラフィットってとても大きいなと思って。非常に大変してるんですけどもね。 はい、いろんな方のサポートでどんどん形になっていくバナフリー復活ライブバナナフリッターザゴーゴーザリリライブ2017バナフリー復活ライブ開催決定バナナフリッターザゴーゴーリライブ2017東京国際フォーラムホール C6 月9日金曜日午後6時30分開演全席指定税込6000円チケットは e プラスチケットピアローソンチケットで発売中詳細はディスクガレージのホームページで。 ぜひ皆さんよろしくお願いします。ねえできればのご家族揃ってああいいですね。おじいちゃんもばあちゃんもみんなでそう言うこと見に来てください。まとめ買いも嬉しいです。まとめ買いね。まとめ買いがお得な方々が集団体団体様どうぞお受け。そうみんなでねもう盛り上げて初めての方も大丈夫ですから皆さん。はい。我々も初めてみたいなもんですからね。その通りです。会場いっぱいにしましょう。お願いします。それではここで一曲聴いてください。バナナフィターズ。あのね。 少年足部55ゴ,ゴ,ゴマちゃんエンディングで流れるあの音の感想も届いてますよはいこちらめぐみさん日高さんの歌声がとても可愛いい<あ>ゴマちゃんにお似合いのとってもキュートな曲ですね四歳のめいっ子と一緒に歌えたら嬉しいなキューキューあ今日高さんがやってます <laughs> えー、まんじゅうこわいさんリアタイ視聴しました自分でも恥ずかしいほど紅葉しまくりテレビで毎週バナフリの歌が流れるなんて嬉しいよ今更ですが本当におめでとうございますありがとうございます,いますバウムさん少年足部リアルタイムで見ましたあのねがエンディングにとっても合っててよかったです、うん、早く CD が欲しいです、ね、あ私も欲しいはいはるさんわーわー少年足部リアタイで見ておりましたエンディングがすんごくぴったりで聞いたら癒されます CD が出ないかワクワクです はい、えじゅんべさん、あのね聞きました足部やごまちゃんのほんわかしたアニメにぴったりの優しい歌ですね聞いていて癒されましたし、うんシンさん、映像と歌がマッチしていてよかったですサビのところが頭から離れませんあ<ー>あ、あのねがね,映像がねあのねってねはい、ミルキーさん、すごいよかったです可愛いイラストと歌がぴったりでした<ー>はい、アップルフリッターさん、エンディングの絵と一緒になるとより一層ほんわか感が増して優しい気持ちになれました本当ですねうよ、ん、ね、うん、さん イヤタイで見ましたすごく良かったです新曲あのね素敵な曲ですね少年足部のエンディングになるなんてすごいテレビで聴けるなんて素敵すぎるサプライズエンディングの時間が短くてちょっと物足りなかったかなライブがますます楽しみになりましたありがとうございますどうしてもね短いですけどねはい京香凛さん新曲タイアップすごいです曲はごまちゃんと足部くんがどんな時でも大好きだよ友達だよって言ってるように聞こえましたうんえサカスさんフルで欲しいです温かい曲ですねはい 美さん楽しく見させていただきました覚えやすくほのぼのしていてよかったですはいドットさんあの音は曲もアニメも合わせてフルで見たいですね え、歌コンっていうのは演歌歌謡曲からポップスヨークラシックまで多彩なジャンルの音楽を生放送生歌唱で幅広い世代の皆様にお届けしている NHK 総合テレビの音楽番組ですっていやいや NHK つながりということでね生放送生歌唱ですよ怖いはいこの他にもバナフリコの皆さんからメールやツイートたくさん届いていますじゃあまずはここで例のコーナー行きましょう行きましょうバラフリだものね紹介していきましょうたくさん来てるはいミケさん拍手にはこだわりたいべ ですよね。山ちゃんだもの。あ、あそうですね。誰よりも大きく拍手するんだからね。手のひらを左手の手のひらのひらの部分に対して斜めに右手の指をこうやってね。リピートミー。いい音出してみんなね。え続いてはヨッシーさん。昔のことは全部のんちゃんに聞けばいいよ。何でも覚えているんだもの。本当ですねこれ。

ハーゴー八十五歳すぐ分かったよゴーゴーじゃなくてハーゴーだ続いてバラフリだもらいきましょうあけさん天高く突き抜けるセキちゃんだもねあこれセキちゃんにありがとうございますずいぶん矢に対してピックアップしていただいてねねそうだありがたいと思って多分ライブの時は連発するんだろうね矢をすると思うよ絶対無駄打ちしそうだね一回受けたね 下手な矢も数値当たる。うん、ああ、ね、<laughs> なるほど。ね <laughs> えー、マミさん、関さんにもっと際どいことを言ってほしいよな、<laughs> よね、ファンだものって、<laughs> 俺に言わせんなあ<ー> <laughs> いやいや、えーやいね、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞどうぞ大丈夫。どんどん言っていこうよ、待ってんだよ、<laughs> 関ちゃんのファンは。そうか。際どいことを。かった、他の人は言わないようなことまで。 一分間とかでフリートークしてもらおう。いやいや、だ、いやだ、いやだ。言ったこと言えよ、世の中に、言いたいよ。いいよ、別に。関ちゃん、ほら、言おうと思ってさ、言っちゃうとダメなんだよ、山ちゃん。こうやって、会話の中でもって、そういうことでしょって言って、関ちゃん内の意見を言った時が、ああ、そっちに来たかって思うんじゃない、私たちが。もう、関ちゃんに対する分析も本当にさすが日高さんです。我々、性に関しての分析は、もうね。本当、それ。だから、私たちも、日高さんを分析していこうよ。 できるかな?。わかんない。予測不能。続いて、じゃあ、まんじゅう。まんじゅいさ。バナナはやや腐りかけなところが甘くて美味しいんだよな。完熟だもの。腐りかけ、すげえな。あの、そうなの?。あの、歯がね、あの、弱くても食べられるからね。

サービス残業お断りさん三人の共演作シャインズマンもあるんだよなそう。おー。特務戦隊シャインズマン思ってるだったあった私の役は日高梨子っていう役だったシャインズマンピンクじゃなくて変身すると普段の名前が日高梨子じゃあ山ちゃんも山寺なんちゃらだったんじゃない正午だったんじゃないかな山寺正午。あ。 おー一歩リードですよさあここで関ちゃんが来るか来るかー違う俺はだってボイステージンだからボイステージンあれシャインズマンじゃなかったんだそうそうそう正義の味方じゃなかったんだ敵はい。でもシャインズマンに関してはねカオルさんとかソソソアンノさんからも同様のご指摘があったそうですありがとうございました3人の共演作の話今までしてきたけどシャインズマンの話出てないんじゃないのというありがとうございましたバナナフィッターさん g o 毎回バナフリソングを私たち自らで解説しているバナナナフフリセルフライーーーートークのコーナー今回は山ちゃんのソロ曲永遠の微笑みですはいこの曲は1992年8月21日に発売されたサードアルバム「バナナセンセーション」と1995年7月21日に発売されたベストアルバム「バナナベストセレクション」に収録されています。ははい、はい ねえまあこれはね、うん、ちょっと大人っぽい曲をまあ AOR 的なやつを歌いたいというふうに多分 それれぞが自分の希望リクエスト山ちゃんはよく「AOR」って言ってたもんねそういう曲歌いたいって言ってもう大好きでこれこの曲がライブの時もね一緒に歌えてよかったなというふうに思ったんですけどねこの曲なんですけれどもねこれ歌詞ードとは違うんだけど封入されてる写真の裏にメッセージが3人のメッセージが書かれてましてバナナセンセーションのねアルバムの方うん メッセージが縦に読むとバナナフリッターズの愛用作文になってるんですよ。すね、そうなんだよね。えー、バナナフリッタアズーズえ何？じゃあバっていうから読んでね。バ、うん、バッチグーでナナイスでな涙もんのフファイトあふれるリリク抜きでツツン飲めるぐらいた楽しめるアルバムです。 ずっと応援してねうまいうまいダブル二メートル。ありがとうございます。そしてその隣にはあの山寺画伯の書いたあの自画像。そう今ね山ちゃんそれこれ見ながらねあの今の自画像とずいぶん違う。まだ自分を美化していた時でね。だって山ちゃん見てごらんほらこんなシュッとしてると思う山ちゃん。その時ね。シュッとしてたんだもん。北クロがねまだあってこれ撮ったんだけどね。あの撮った方がいいですよってある人に言われてね撮ったんですよ。うんスポット簡単撮れたんですけど北クロが特徴だったのいつも右側に北クロ書いてて。 その後にはもっとねあのブサイクにちゃんと似てるように描いたの。この時はまだね自分を美化してた時代ですね。いやでもこれ可愛いよね。可愛いよね。俺はしかもピースサインしちゃってるよ。かしいね。本当にね何だったんだね。えこれだって俺ものりちゃんもこんな絵なんて描けなかった。あ二人もあるんだよ。もういずれこれ紹介するでしょうけど。書いてない。あのちゃんとこうネタを入れてくるところが山ちゃんらしいよね。二人はまともなコメントなんです。か割とこの後紹介する時あると思いますけど。でもね普通私的にはそういう意味ではさ。 ちゃん見ると「あ山ちゃんって親切だな」ってねこうやって楽しませてくれてイラストまで描いてくれてそういう真面目な文章が苦手だから逃げてるんですよそういうふうにそうかな、うん、あとはお知見でよくやってたからですあそうかそうかそうかな俺もう単純にこの字を見て、うん、人となりが俺は分かるね、うん、へえ すごく丁寧な人だっていう感じが、あの柔らかい感じがすんだよね。すごくね、いいのかたちが、まあ、皆さん手に入らないでしょうけどね。全然。全然見ることができずに、ああ、これ。あのツイッターに載せました。載ね。そう、まあ、頂いただきたいと思います。ね、見ながら楽しんでいただけるようなになってる感じですよ。ありがとうございます。そんな沖縄の曲なんでね。ええ、本当嬉しかったけど、お二人のソロに関してもね、今度やりましょう。はい。 さあそろそろお別れの時間です、はいえー、最後にですねバナフリ最新情報をドドドドンとお伝えしましょう、うんはい、新曲あのねがエンディングテーマとして流れる少年足部ゴーゴーゴマちゃんは毎週火曜日午後6時45分から NHK イ、e、ーテレテンテレアニメ枠で放送中です、えー、毎週土曜日午後5時25分から再放送もあるよ <laughs> ゲスト出演の情報は番組公式ツイッターワーナーミュージックジャパンの公式ツイッターをご覧くださいねゲスト出演情報は日々変化するんだものはい <laughs> なんかだんだんつぶやきしろさんみたいになってきてる <laughs>。あの、ここでね、ちょっと一通メールをご紹介したいと思います。はい、あけさんからです。関さんをきっかけでバナフリを知って二十数年。子供だった私もすっかりアラサーです。仕事に疲れたアラサー女子の私にとって、今一番の活力源がバナフリです。子供の頃は金銭的にも距離的にもライブに行けませんでしたが、今回はすべてオールクリアです。<お> <laughs> 絶対ライブ行きます。先行予約できなかったので、一般発売でチケットが 変えるかどうかが今一番の心配事ですなるほどねえ大丈夫だと思いますけどもじゃあそのライブの情報もね言、はい、っておきましょうかはい、はい、はい、その復活ライブバナナフィッターズー高校リライブ2017東京国際フォーラムホール C 6月9日金曜日午後6時30分開演全席指定税込6000円チケットは e プラスチケットピアローソンチケットで発売中詳細はディスクガレージのホームページでわお。そしてそして念願のバナナボックスや新曲リリースに関する情報は 来週詳しくお伝えする予定ですのでお楽しみにいやだよね。ついにですよ山ちゃん関ちゃんここまで来たよ足掛け四年ですよいやいやいや言ってみるもんだねもんちゃんが言ったことが次々と実現していくとねえやったね来週本当に詳しいことね言いますのでぜひ 来週チェックしていただきたいと思います <laughs> はいバナフリーゴーゴー。バナフリータ <laughs> ーズは GO!GO! お相手は山寺宏一と日高のりこと関俊彦でした To be continued